はい、ツイキャスの皆さん、今日もよろしくお願いします。FM ギノワンお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました、はい、さあ今日もですね、うん、こちらギノワン市にあります、コンベンションセンター裏のトロピカルビーチからの生放送サザンブリーズでございます。お相手私東克明と火曜日アシスタント上原舞乃です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今日もね、暑い。もう毎度のように言ってますけども、すごい、もう今日いい天気で、まあ、さっきね、ちょっと通り雨みたいな感じで、はい、降ったりとかしたんですけども、そうだったんですね。うん、ちょっと降ってましたけど、でもね、まあ、このトロピカルビーチ着きましたら、もう快晴で。あ、もうはい、すごい。で、昨日からなんですけども、うん、今週の土曜日にあるこのトロピカルビーチでのイベント、うん、アワフェスに向けての準備が今もう着々と進んでおりまして、昨日からね、僕見てるんですけど、あ、そうなんですね。はい、トロピカルビーチのね、砂浜のところをちょっとこの、うんうん、機械を入れて、はい、がっつりこう砂をかき分けて、土台を作ったりとかね、の特設プールのための、形を作ったりとかいろいろしてるんですよ。でこの1日経ってみたら、うん、もうすごい範囲の砂浜のところをやってまして、すごい大きな、そう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 、幅広いところをね、そうですね、もう本当にやってまして、これでもかっていうぐらい砂を掘り起こしてますね今。いやもう本当に大変そうで、そうですね、本当に熱中症には気をつけて、ちょうどね僕らのこのラジオをやっているブース、トロピカルハウスの目の前がトロピカルビーチの入り口、うんうん、アーチがねあるところなんですけども、そこもね今ねちょっと着々とね、なんか、準備されてますね。どうなるんだろうってワクワクがありますね。木の枠を使われてしっかりと入り口のね、加工なんていうのもされているところでございます。きっとこのアーチにもなんか、そうですよ、そらいろいろやりますよ。楽しみだな。あのねだから、はい、FM 技能お聞きの皆さん、今週の土曜日でございますので、うんうんうん、はい、入場無料で、うん、確かなっていたと思いますので、本当に入場無料は嬉しいですね。ただもう駐車場が多分大変。いやそうですね、渋滞もすると思いますので、はい、まあまあぜひぜひね足を運んでお越しくださいませ。はい、はい、でトロピカルビーチでね楽しまれている皆さんもねぜひ、今週また土曜日ね、うん、このイベントありますので、うん、お越しくださいませ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、こんなですね、すごいもうイベントの熱気がムンムンに、立ち込めているトロピカルビーチから今日もですねサザンブリーズお送りしていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今週の皆様からいただきたい当期のメッセージテーマがマンガ、まんがでございます。はい、嬉しい。もうね、あ、漫画大好き。いやもう漫画とかもう本全般的に好きなので。そうか、本が好きだからよかった、ね、もう漫画もめちゃくちゃ読みます。あ、そうか、うん、昨日のアシスタント、月曜日のアシスタントかのこは、はい、全く読まないと。あ、そう。
ほぼほぼほぼ読まないです。買ったことがない、おすすめされてもちゃんと読んだことがないという、いうとこだったんですけど、まあ、僕も漫画は好きでね、だったんですけど、あ、読んでそう。小学校の時ってやっぱり漫画よく読むじゃないですか、でクラスに多分いたと思うんですけど、はい、漫画持ってくるやつ、あ、いました、学校にいました、必ずクラスに一人はいます、ね、こういうダメだよ、ダメだけど持ってくるやつ、もう最終的に先生に取り上げられるけど、でも我慢できないで持ってくるっていうやつ、貸し借りして帰ってこないっていうやつ、ね、でも僕のうちの小学校だけの、まあ、多分他もそうかもしれないですけど、うん、はい、合法的に合法的に小学校に学校に漫画を持ってこれるっていうやり方があって、え、なんですかそれ、これ合法的に、え、それ合法的にっていうことは先生にも叱られずに、はい、叱られずにちゃんと理由を言えるっていう、隠さずに、隠さずに、まあ、ね、隠さずに、まあ、まあ、持ってきてても大丈夫、え、え、待って、ちょっと知りたい方法がありまして、その昔僕小学、3年生4年生ぐらいの時にですね、はい、ありまして、部活漫画部というのがありまして、そうきたかそうきたかそっちか、あのね、まあ、だから要はあの書くね、漫画を書く部活がありまして、でそれで、はい、要は書くためには見本が必要だと、ね、ただ書くだけじゃどうしようもないでしょ、いや、そうですね、教材がいるでしょ、うんうんうん、その通り、だから漫画持ってきてますって、わ、ずる賢い、めちゃくちゃずる賢いそういうので持ってきてました、あ、いや、これは部活用教材だと、うん、これを見て絵を描くんだと、うんうん、いいですね、でもそうやって持ってこれるのそうやって持ってきてましたね、うん、目を盗みながら取り上げられることもなく、はい、まあ、あの厳しい先生はダメでしたけど、あ、そうだったんですねその言い訳、その言い訳ダメでしたけども、はい、あ、いいですね、ちょっと高校生とかそういうのでやってました、はい、皆さんそれで試してみて、これでもでもしかしたら良い子は今でも小学生とか、どうなんだろうな、スマホみんな持ってるじゃないですか、あ、持ってますね、今紙の漫画でもしかしたら読んだことがない子もいるかもしれない、あ、そっか、今あのアプリとかでも全部見れるから、ちゃんと読めますもんね、だからね、あ、いや、でも私の中では紙の漫画が一番だな、いや、紙がいいね、紙はいいですね、うん、もちろんあのインターネットで見るのはお金もかからないで見れたりもするのも、まあ、そういう無料のやつもね、ありますけども、いいんですけどね、さあ、ということで今日もね、この漫画についてのお話、はい、皆さんとしていきたいなと思いますので、うん、どうぞ皆さんのメッセージよろしくお願いします。好きな漫画とかね、おすすめの漫画とか、何でも結構でございます、うん、漫画にまつわること、まあもちろんそれ以外のメッセージもお待ちしてますよ、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。メールアドレスは797@fmギノワン.com 797@fmギノワン.com です。FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマラ放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。サザンブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産屋、株式会社徳松産業、トクトクハウスの提供でお送りします。売却のご相談、お見積もり無料。依頼があれば沖縄本島内どこでも飛んでいきます。お問い合わせは 098-851-3291 098-851-3291 まで。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで今日もこの後5時56分までこのトロピカルビーチからお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ、では1曲目、はい、これもね、僕にとってちょっと懐かしい夏の歌、またビーチにぴったりな曲、いいですね、お送りいたしましょう、うん、まあ、沖縄のビーチだね、あー、まあ、ね、なるほどなるほど、はい、スピードでボディ&ソウル。絶対生まれたいもんね。生まれてない。その3年後ですね。3年後。嘘。その3年後。やばいな。
96年だよ、俺が12、3歳の時だ。スピードさんってなんかちょっと夏のイメージはありますね、私の中でも。ああ夏、まあでもまあそうか、まあ、結構でも春夏秋冬いろんな歌出してるからね。そんな若いの懐かしいってそんな若いのでどっちが舞のが俺が俺がもっと上に見えたってことあそっちもあるの、うん、それもありえるのね僕はこのスピードの島袋ひろ子さんと同い年ですから。おへー、本当に小学生の時同級生がこんなですよ、ね、偉いとこ、中学生の時に紅白出てるとかマジかと思ってたもん。すごいですよね、同じ沖縄でこれが13歳の今12歳の歌声だからね。いやすごい本当にやっぱり歌っていいですね。アルマさん俺と年近いじゃん。俺の方かそう、あそうですか。俺あれですよ、33っすよ。サザンっすよ、サザン、サザンサザン無理やり感はありますサザンサザンああ今週のメッセージテーマ、漫画、好きな漫画とか何でもいいですよ。初めて買った漫画なんだろうな俺、あ初めて買ったやつ、初めて買ったやつか。あるな。あさんまさんありがとうございます。あ来たさんまさん、一昨日で32逮捕さん、一昨日で32、年下じゃないですかしかも一昨日誕生日だったんで、おめでとうございます。おめでとうございます。ということは僕は今年34なので2つ下ですねそうです2つも違う。ひろゆき燃えてヒーロー、どんな曲だ。またダンスもいいですよね、スピードさん。本当にもうそんな機会ないくせに練習してたもんな北ひろゆき、そんな燃えてヒーロー、どんな曲なの。全く知らないけど、あったからかけよう。エンディング、へえ。きっと見て、さんまさんスピード流れてますよ。流れてますよ今日は。今日は1曲目スピードから。あ、こう。
あれどうしようかな、コーナーのタイトル、タイトルはタイトル何すんの、タイトル上原舞乃のシネマチャンネル、ほういいよシネマイのチャンネルにする、シネマイのチャンネル無理やり感、無理やり感、超超無理やりだけどシネマイのチャンネルシネマイのシネマシネマシネって怖いですね、シネマえー、曲の BGM 何しようかな、なんだろうな、映画っぽい、映画っぽいやつがいいな、リサでドクターリクエスト、おお、わかりました、リサでドクター、ちょっと様子見てね、ザ・サザンブリーズ火曜日お送りしております。はい、先ほどまでねちょっと太陽が曇りになってたんですけど、うんうんうん、また出てきましたね、出てきましたねいやーさんさんと眩しい、ね、今日はね多分ご家族のね方々とかが見られたりとか、あと学生で友達同士でね、うん、夏休みですからねっていうね方々が、今日はたくさんねトルカルビーチお越しになっておりますね、うん、いやいい、はい、ぜひぜひ、こちらあ売店の横にあります、特設スタジオの方にね皆さん遊びに来てくださいませ、うん、よろしくお願いします、よろしくお願いします。さあ、今週の、ねメッセージテーマというところなんですけど、まあ、先に皆さんからいただいてたご挨拶のメッセージからいきましょうかね、はい、まずこちらラジオネームシュプリームさん、はい、アズマックス前野ちゃん、はいさーい、はいさーい、トロピー晴れてるんだね、東京は台風の影響がぼちぼち出始めて肌寒いです。そっかそっかそっか、もう今日の夕方ぐらいから来るっていう、ね、今日夕方、まあ、ね、夕方、まあ明日明後日がまあ本番というところでしょうけど、いやもう本当にこの今日ニュース来る前に見てきたんですけど、うん、雨量が500ミリあそうって言ってて、そんなに降っちゃうんだと思って、本当に被災地の方だったりもまだ復興というか、うん、なんだろう、ちゃんと地盤とかそうだ、ね、ちゃんとできてないところもあるからね、今もまだできてないところもあるっていうので、すごい本当に気をつけてください、ねえ、うん、まあね、このどうしても関東の方とかね暑い日が続いてたから その分この寒くなるのはまあいいんだけども、うん、まだその寒暖差もね、大変ですから、体調にも気をつけて、十分お気をつけくださいませ、うん、続いていただいてますのが雨男レイニーさん、ありがとうございます、はい、こんにちは、ありがとうございます、こんにちは、はい、そして人生送りバントさん、はい、ありがとうございます、いきなりコンティニューコインをたくさんいただきましたやったやった、ありがとうございます。続いてタイゴさんも、はい、ヤッホーでいただきます、ヤッホー、続いて出ました、アカシアさんまさん、うん、あ出たうわっていただきました、いや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 、ちょっとえさんまさんに失礼ですよ、何じゃあここなってるかなってファーってファーって言ってるから、いやいやいや、じゃあファーって言ったらいいんかいやそれもちょっとですけど、いや俺に失礼って言うってことは、はい、まあ前のも多分自信があるってことだと思うんですよ、じゃないとこれ失礼なんて言っちゃダメだと思うんだマジですか、はい、あれさんまさんですか、うわ
やめましょうやめましょうやめましょう、このおふざけ おふざけおふざけやめましょう。やべえ、19歳に怒られた俺33歳19歳におふざけだって怒られた。いやもう本当にすいません、もうダメですよ、失礼しました、本家に失礼なこと失礼しました、はい、続いてメッセージしたいのが、つーくんさん、ありがとうございます、ありがとうございます、こんばんは、こんばんは、いただいてましたね、ほらさんまさんでもいいくだり、うん、やでさすがってほらさんまさん褒めてくれた、やった褒めてくれた、本人褒めてくれてるから、褒めてくれた、嬉しいだからいいじゃないですかそうですね、結果よし、結果よ し, 果よし似てないけど結果よしありがとうございます、さあそしてメールでもいただいております、はい、ありがとうございます、今週のメッセージテーマのところの漫画でですね、うん、いただいてましたね、ラジオネーム進撃のめいちゃんさん、はい、ありがとうございます、東さん、まいのちゃん、こんばんは、こんばんは、今日も暑いね、めいちゃんでございます、うん、では漫画の話と、はい、ここでやはり漫画といえば、うん、こち亀ワンピースですね、はあ、定番、ワンピースでは泣かされました、こち亀ではりょうさん早く借金返そうねって思いました、ですが、どちらも泣かされる場面ありますよね、とも友情は大切ですね、では楽しく聞かせていただきま す, す、ね、ということで、はい、ありがとうございま す, い, ますいやガルはこち亀 ワンピースはねやっぱもう皆さんね、いやもう本当に映画でもねすごい感動的なシーンもたくさんあって、ワンピース好きですか、見てます、その映画ってどれ見た、映画はもう本当に毎回映画館では見てないんですけど、うんうんうん、テレビでやってるもんね、再放送っていうかあの、はいはいはい、地上波初のものだったりを見たりしてたんですけど、小学校6年生ぐらいですかね、ちょっとワンピースにハマってきて、うん、でちょっと読んだんですけど、うん、やっぱりこの何十巻もあるじゃないですか、もうさすがにちょっとそこまでいけなくて途中でやめちゃいました。あのねワンピースは、うん、もう僕はね本当小学生の頃からずっとジャンプを買ってたんです、あ、はい、なのでワンピースの始まる前のロマンスドーンっていうね、ほう読み切りがありまして、その読み切りの時にあれ面白いなこれとあって、で新連載した時からずっとと買い続けてる。いいですね。もう。もう一回言ってください。マガ、ロマンス。確かロマンスドーンだった。ロマンスドーン、うん。っていうタイトルで読み切りがあって。それは物語はどんな物語？あ、だからあのワンピースの1話目のやつとちょっと2、はい、ほぼほぼ同じような感じ。あ、そうなんですね。そう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 。じゃあもう本当にすごい最初の最初を読んでる、そう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 、だからあれを、あれが読み切りであって、そっからちゃんと新連載でやり始めたって、いやいいですね、そんな最初から読めてるなんて本当に、だからもう今だってもう今89巻がなかったんでしょ、もう本当に100巻そんなに続いてる気がしないんだよ俺の中であれもう最初から見てるから、子供の頃から見てるから、だからドラゴンボールとかの方がすごい昔からあるイメージなんだね、うん、俺はだから長なるほどなるほどなるほど、昔からあったり長かったりするんだけど、うん、でももうドラゴンボールの関数なんてとっくに超えちゃってるから、いやそうですよね、すごいですよ、まあもちろんこち亀もね、うん、もうとんでもない関数いってますから、こち亀はもう本当にすごいですよね、関数は、ね、そして、こちらメールもう一件かな、はい、いただいてます、 ありがとうございます、こちら、ラジオネームシュプリームさん、お、はい、ありがとうございます、漫画というわけではないんですけども、昨日六本木ヒルズまでドラえもん展見に行ってきました、毎年このドラえもん展に行ってるけどやっぱりテンション上がると、リクエスト曲もありがとうございます、なんかたくさん今日皆さんいただきまして、ではでは放送ちばりよーといただきました、ありがとうございます、いや写真、このメールで写真も送ってくださってるんですけど、うん、ドラえもんがね、ドラえもんの数がすごい、ドラえもんだらけドラえもんがもうぎっしりドラえもんしかいないすごいな、ドラえもんもいいね、漫画ドラえもんは僕も漫画というよりやっぱりアニメなんだけど、うんうん、そうですね、でももう前野の世代は、はい、あれですか、アニメは大山信代さんじゃないですよね、
え、なんですか、大山信夫さんって。じゃないよね。え、わかんないです、わかんないです。絶対違うよね。わかんないです。あー、そうか、違うか。大山、わさびだもんね、確か。わさびさんだったっけ。わさびさん、確か声優さん。え、大山信夫さんがわからないでしょ。わかんないです。そうか、昔のドラえもんの声を知らないもんね。わかんないですね。グーフーフーってやつ。あ、テレビでだいたいこんな感じ。なんかちょくちょく聞いたことはあるけど、もう本当にそのアニメを見たことはないです。だからそうだよ、そうだよね。昔の旧ドラえもんの。だからちょっとその声を聞くと違和感すら感じちゃいます。いやー、もう俺はもう俺らは新しい方がやっぱり違和感なんだよね。あー、でもそうですよね。もともと聞いてたのでは。そうか。また最近あのクレヨンしんちゃんの声優さんも変わって。あー、もう今度変わったのね。この前この変わった声優さんが変わった回を見たんですけど、うん、いやでも本当にやっぱちょっとだけ違和感は感じちゃうんですけど、ね、でも本当になんだろう、しんちゃんは変わらないなって思いました。しんちゃん、はい、面白いって、うん、しんちゃんも俺も小学生の時に見てたな。 あ、うん、あ、じゃあやっぱその頃の声優とも変わって。変わらない。あ、変わらないですか。あ、だからあのしんちゃんとかはもちろん変わってるけど、ね、あんま基本、あんまり基本的には変わってないかな、うんうん、あー、すごいよ。他 ね、いただいてますのが、漫画と今週の、ね、メッセージテーマ漫画ですけども、はい、人生送りバントさん、 ありがとうございます。ジャンプは月曜日発売日だけど、うん、早いところは土曜日売ってるって知ってました。これね、僕も知ってます。あ、知ってるんですか。要は本屋さんとかに入荷されるのが土曜日なんです、うん、あー、なるほど、はい、確か、うんうん、そので小さな本屋さんとかが入荷される土曜日とか、はいはいはい、確かコンビニとかは当日の朝とかなんだよね。いや、24時間やってるから。あ、なるほど、24時間営業だからっていうことで。そうそうそう。で、だに、だいたいそういう小さな本屋さんとか日曜日とか、まあお休みのところとかもあったりするから、だから土曜日に入れて月曜日の朝に販売できるように確かしてたんだと思う。なるほど。ただね、人生送り番さん、一個いいですか。ジャンプ沖縄は火曜日です。え、そっか、離れてるから1日遅れてるんです。ちょっと沖縄そういうところがね。で、僕が小学生の頃は水曜日だったんです、うん、これが。え、そうなんですか。発売日が、え、じゃあ1日早まった。そう、それでも1日早まってるんだよ、火曜日でも。で、そう、2日確か遅れてた。え、なんかちょっとそこがね、沖縄はどうしてもありますよね。だから雑誌とか他の本でもすごいいいタイミングで、僕がなんか、うん、大阪とか内地に行って帰ってきては、うん、月曜日 に帰ってきたりとかするときには、はいはい、空港にもう売ってるわけですよ。あ、ジャンプが。なるほど。で、それを買って帰って、うん、その足で友達とか遊びに行ったら、うん、もうジャンプ持ってんの。なんで、なんでっつって。いや、もう希望の星ですよね。すごい眼差しで見られて。いや、もう本当にもう未来から来た人みたいな感じで俺。いや、なんで水曜日のやつを月曜日にって。いや、そりゃ驚きますよね。いや、それがね、やっぱりナイツと沖縄ではちょっと違うところですよね。そうそうそう。もう本当に羨ましい。すごいなんか羨ましがられたのを覚えてますね。続いて、シュプリームさん、うん、ありがとうございます。昔、うん、親戚が本屋やってましやってたな、で泊まりに行くと漫画読み放題で楽しかった。ほー、これでもそうなんだ。でも、あ、本屋さんの本でも、まあ、そうか、昔だからカバーとかついてないのか。ついてない、ビニールのやつとか。あ、羨ましいわ、やばい。だからそれで読めるんだ。いや、もう本当に私、もう本当に常に思いますもん、うん、本屋さんの娘になりたかったって。いや、でも自分の娘だったら読ませないんじゃない。そうですかね。商品だから、商品だから汚したりとかしないようにとか、ほら言うじゃん、ケーキ屋の子はケーキそんな食べれないって。あ、確かに確かに。みたいな言いますね。あ、じゃあ漫画喫茶の娘。あ、漫画喫茶だったらいいんじゃない。確かに、そしたらね、確かに漫画喫茶ならありだと思う。あ、漫画喫茶の娘になりたい。漫画喫茶の娘ってまた面白いけども。
皆さんたくさんねメッセージいただいておりましてありがとうございます、うん、まだまだ後ほど、ご紹介させていただきます。今日たくさんね、はい、リクエストいただいているので、うんうんうん、ちょっとできるだけおかけしたいなと思いますので、うん、じゃあ一曲またお届けしましょう、進撃のめいちゃんさんからいただきました。こちらね、うん、僕ちょっと調べたんですけど、はい、ちょっと知らなくてキャプテン翼のアニメのエンディング曲だったとほう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 いうところでリクエストいただいておりますので、はい、ご紹介しましょう。沖田博之で燃えてヒーロー。これかこれか、納得できる、納得できる、納得できるんですね。止まえてな S が通る、ね、かわいい、超かわいくない？めっちゃストローブサブサ、かき氷にめっちゃブサブサさしてる超かわいい。いやもうあの女の子がめっちゃ東さん見てますよ、かわいい。あーこれか。いやでもアニメソングもいいですよね。いやアニメソングはやっぱカラオケで絶対歌うから、シュダッシュキックアンドダッシュ。あーキャプテン翼か。レイニーさん、アメを、ワンピース読んだことない？あそうなんだ。あ、まあでもそんなこともありますよね。あるパーティー、大山信さんの隣で食事したことある。マジか。え、どんなパーティーになったんですか？すごい。あ、月曜が祝日の時ね、あ、それもありますね、うんうん、でもな、小さな商店だったら販売したりとかしてたのがありました。うわ、たかしさんも今日ありがとうございます。 ありがとうございます、まあ、マレードボーイが好き。あ、いいね、あ、マレードボーイ、それもちょっとご紹介しましょうね。そろそろニュース、はい、あの、いきますね。FM ギノワンは毎日面白い番組をいっぱい放送中。このコーナーでは FM ギノワンのおすすめ番組や新番組、リスナープレゼントをご紹介いたします。こちらまずギノワン市社会福祉協議会からチャリティーボーリング福祉バスへストライクのお知らせです。こちらは市民の皆様に気軽に集える場としてチャリティーボーリングを実施します。本収益金は地域福祉団体等が使用する福祉バスの購入費用に充てていきます。期間が7月1日日曜日から9月30日日曜日まで。場所はギノワンボールレーントゥーセントラル町なとボールにて。参加費は2ゲーム代込み靴代別で1500円となっております。お問い合わせ先はギノワン市社会福祉協議会、お電話番号098-892-6525 098-892-6525、 ファックスでのお問い合わせは 098-892-0843 098-892-0843 です。続いてこちらも
宜野湾市社会福祉協議会から西日本豪雨災害義援金のお知らせです。2018年7月の西日本を中心とした大規模豪雨災害により各地で甚大な被害が発生しております。そこで FM 宜野湾では被災された方々を支援するため、宜野湾市民の方々にとどまらず多くの方に広く呼びかけ義援金を受け付けております。皆様からお預かりした義援金は宜野湾市社会福祉協議会を通じて被災地復興に活用してもらう予定です。 FM 宜野湾での西日本豪雨災害義援金の受付は口座振込も行っております。銀行名沖縄銀行で、口座番号は18552529ですね。失礼いたしました。18552591855259、口座名義が株式会社 FM 宜野湾、こちらの宜野湾はひらがなでお書きお願いいたします。義援金の受付9月15日土曜日までとなっております。皆様のご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、以上、そしてもう一つ、はい、いきますね、こちら沖縄赤十字血液センターからのお知らせでございます。はい、皆様ですね、各所にですねまた、血液、献血カーの方お伺いいたしますので、皆様、はい、献血のご協力をどうぞよろしくお願いいたしますとのことです。はい、以上 FM 宜野湾ニュースでした。ではここでまた一曲いきましょうか。はい、リクエストいただいてましたので、お、ありがとうございます。できるだけかけましょう今日は、うん、ラジオネーム、こちらはリサツーくんさんですね。はい、ありがとうございます。リサでドクター、うん、六本木ヒルズジャンプ店いいな、行きたいんだよあれ。ジャンプ店、ジャンプ店マジで行きたかったけどな、もう全然行けない。ジャンプ店沖縄でやったりします？ない、やってない。うーん、昔と絵のタッチは変わったん、変わったね、変わりましたね。あー、そうなんだ、うん、名護水曜日なんだ。そう、水曜日な、あ、名古屋、いやいやいや、でも俺僕その時ね浦添だったけどな、だ20年前は確か水曜日だったと思うんだけどな、今は火曜日じゃないですか。誘うな誘うな。もう50過ぎたおっさんが19歳誘うな。ボーリングなんかね。CM いきます。ないわ。あ、90秒のやつあるかと思ったらなかったな。うん、なんだろうな。映画テーマ曲何がいい？テーマ曲。なんかそのバック後ろに流すのなんか映画のやつで言ったら、多分探したら出てくるけど。例えばアルマゲドンとか。アルマゲドン。
いや、癒し系の癒し系何がいい、どんなんだろう、スタンドバイミー的な。おー、どうしようかな、ちょっとBGM をなんか考えたよね。さあ、サザンブリーズ火曜日お送りしております。はい、たくさんねメッセージいただいておりまして、うん、ありがとうございます。新しくお越しいただいてたのがこちら、うん、はい、ラジオネーム大塚健二さん、ありがとうございます。東京からツイキャスで見てます。ありがとうございます。こちら雨も上がり涼しいですとのことですね。そしてんもうお一方こちら、たかしーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1曲目にかけたキャプテン翼の燃えてヒーローが懐かしいっつって。あ、そうですね、懐かしい歌。で今週のメッセージテーマの漫画というとこなんですけども、うんうん、たくさんねいただいてますけども、マイノの、うん、はい、一番好きなとか、まあ、ハマった漫画って何かありますか。いやもう本当に選べないくらい、一番好きっていうのが選べないんですけど、親子揃って読んでたのが花より団子。はー、はい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 。自分はその頃はそんなに花より団子を知らなかったんですけど、うん、お母さんがめっちゃ好きで、もう漫画全巻持ってて、でそしたらなんかやっぱり親の影響というか、うん、お母さんの影響で読むようになって、うん、なんだこのキュンキュンする漫画はって思いました。初めてこのキュンキュンする漫画に出会いました。それが花より団子です。はあ、うん、なるほどね。俺そっち少女漫画の方はね、あんまし読まないですか。いやちょっとは言ってたんだけどね、あの妹がいまして、ああそうなんですね。その流れで、ただもうそれこそ世代が違うんだけどあのリボンの、はい、赤ずきんちゃちゃとか、知らないよね。わかんない。赤ずきんちゃちゃ知らないよな。姫ちゃんのリボンも知らないよね。え、わかんない。知らないわな。姫ちゃんのリボンは知らんわな。赤ずきんちゃちゃはね、うん、アニメも面白くてね、声優がね、香取慎吾くんやってたりとかしてたのね。え、そうなんですね。そう、あの君色思いってスマップの歌、あれがテーマ曲だったの。へえ、すごい。それぐらいかな。いやでも本当に私は少女漫画ももちろん読むんですけど、うん、少年漫画も結構読みます。あ、うん、あの映画から入ったんですけど、うん、銀魂とか、あ、はい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 、サイキクスオの災難とか分かります。分かるよ。分かります。めちゃめちゃギャグ漫画です。それ、あ、多分自分きっとギャグ漫画が好きですね。実写から見てるんでしょ。そうですそうです。実写から見て、あのもうイケメンたちを見てるわけでしょ。いやでも漫画読んで衝撃でした。こんなに、なんだろう、映画とやっぱ違うものは確かにあるんですけど、うんうん、面白さが、あ、うん、なんだろう、ま、違うね、原作と映画とはまた違う面白さがあったり、はい、いやとにかくサイキックス王の災難はもう本当に笑います。嘘、俺あれの実写のやつ見たことないわ。え、見たことないですか。あーよね、あの山崎賢人。そうですそうです、ね、あ、でも漫画では私ゲラゲラ笑ったんですよ、うん、でも映画だとなんか、あ、クスクスみたいな、まあ、なかなか笑えないよね。映画館で映画館とかっていうのは。あと分かります、あのセイントお兄さんって
あ、知ってるよ。わかります。知ってるよ。あれめちゃくちゃ面白い。セイントお兄さんなんかもうそれこそもう俺たちの俺よりもちょっと上の世代の漫画だ。そうなんですね。へ、うん、あ、違うセイントお兄さんか。あ、違う、うん、セイントお兄さんは最近だ。うん。あったんですね、そういうような。このなんだろう、神様たちのお遊び、あ、あれね。いやもう本当にそれがすごい面白いなと思って。いやね、あと、あ、もうめっちゃ語るんですけど、いいよ。瀬戸内海ってわかりますか？何それ、それ漫画。一応もう私いつも映画から入って、うん、その後あ面白いと思ったら漫画に行ったりするんですけど、うん、瀬戸内海っていう映画を最初見て、うん、これがこのまためちゃくちゃ面白くて、男子高生が2人で、ただなんだろう、川の、うん、この川がある公園の、うん、大きい階段に2人座っておしゃべりするだけの映画なんですよ、うん、ほうもうほん大阪ですね、大阪の方の。へー、だから関西弁でおしゃべりしてる物語なんですけど、うん、ただこの2人が本当に日常会話のように話してるだけなのに、へ、めちゃくちゃ面白いんですよ。でまたその中でもちょっとなんかアクションがあったり、うんうんうん、ヒューマンドラマがあったりっていうのがあって、本当にものすごい面白いです。なんかまたそういうの好きだね。好きです。ちょっと変わったもの好きです。なかなかしっくり、うん、あ、もうぜひ東さんにおすすめしたい。瀬戸内海。瀬戸内海。映画は菅田将暉さんとかが出てる映画なんですけど、うん、漫画はなんだろう、絵のタッチもまたすごくて、いやもうとにかく読んでほしいです。わかりました。とにかく読んでほしい。じゃあちょっと、じゃあスマホのメモ機能に、あ、やった。瀬戸、もう本当に読んで、読んだ後にちょっと感想欲しいですね。わかりました。で、そのもう前野さんは今ね、漫画について熱く語っていただきましたけども、うん、もう一つ熱く語りたいものが、うん、ジャンルがあるというところ で、はい、じゃあせっかくなんでコーナーにしましょうというところで、はい、ついに前野の新コーナー行ってみたいなと思います。じゃあタイトルコールからどうぞ。上原舞乃のシネマチャンネル。はい、始まりました、はい、うん、さあというわけでございまして、うん、このコーナーはどういうコーナーですか？はい、このコーナーはこの私が趣味としてもう言している言言している言及している言及って言及って言われる側だけどね。言及はされる側だけど、まあ公言しているね。公言してます。公言してる、はい、まあもう本当にとにかく映画が私は大好きで、はい、でその映画大好きの私が皆さんにおすすめしたい映画を紹介するというコーナーなんですけど、はい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 。それでもあれですよね、なんかちょっと思ったんですけど、はい、何でしょうか。普通に紹介するだけじゃ面白くないなと思うんですよ僕は。ふんって鼻で笑うな。33歳のおっさんを鼻で笑うんじゃねえよお前。はいはい、どうぞ続けてください。ひどいわ。いやだから一工夫ね、なんかあった方がいいんじゃないかなというふうに思うわけですよ。はい、なので、うん、ちょっとね、無茶ぶりしてね、それに合ったちょっとプレゼンをしてもらいたいなと思ってるわけですよ。はい、なるほど、はい、え、待ってくださいよ。無茶ぶりですか。いやだからまあまあね、ただを紹介するだけじゃなくてちょっと一個条件を入れての紹介をしてもらいたいなと思って。はいはいはい、なるほど。なので、はい、今日はまあこのねサザンブリーズのヘビーリスナーさんならもう懐かしの、うんうんうん、90秒での、やるプレゼンのね、ありましたね。90秒でプレゼンですか。はい、ということで、ということで90秒でちょっとその自分のおすすめの映画っていうのをちょっと教えていただきたいなと。90秒の思うわけですよ。なるほど、はい、大丈夫ですか。いや、今僕測りますからちゃんと。あ、はい、わかりました、はい、じゃあもう90秒ちょっと挑戦してみます。90秒で、はい、というわけでじゃあよろしいですか。はい、準備よろしいですか。それでは行きましょう。上原舞の90秒映画プレゼンスタート。はい、
私の今日紹介する映画は森のいる場所という映画でして、山崎努さん、キキキリンさんが夫婦役で演じるヒューマンコメディの映画なんですけど、熊谷森和という画家さんがいて、その画家さんは30年間ほとんど家の外に出ることなく庭に生きる生き物たちをひたすら見て絵を描くという方なんですけど、その方のエピソードを元にした映画です。もうとにかく温まる映画なので、皆さんぜひぜひ見てください。あ、まだまだ1分もありますよ。あ、マジですか。あ、じゃあちょっとゆっくり読もう。なんかじゃないこの熊谷森和さんっていうのが画家さんなんですけど、もう本当に庭をただ歩いて生きてる虫たちとかを見て、それを絵にして描くという画家さんでして、またその方の絵も素晴らしい。なんだろう、もう本当にちっちゃい子が描いたような絵なんですけど、その絵もすごく素晴らしくて、この劇中にもその方の絵が出てきたり、もうその熊谷森和さんの面白さがいっぱい詰まった映画です。でまたそこに出てくるこの夫婦の以外の他の方たちもすごい人間味あふれた、すごい温かな人たちが出てきます。もう本当に心温まる、深呼吸できる映画なので、皆さん終了、ぜひ見てくださいね皆さん。森のいる場所です。あの桜坂劇場でもやってますので。終了いや意外に時間あった早く喋りすぎた本当だよもう最初まさかの30秒で終わったからびっくりしたわいやもう90秒がまさか君の中でのやっぱあれか若かったら時間進むの早いのかいや本当に今は早かったです。私の長い、ね、相当早かった。90秒はこんなに長いのかと、はい、ということで、皆さん分かりましたか改めて、はい、あのタイトル森のいる場所という映画です。結構なんか渋いのまた紹介しますね。いや私も最初見るときに、うん、あ、渋めの映画かなこれはと思ったんですけど、うんうん、見てみたら本当に笑いが入ってたり、おで俳優さんの名前だけ聞くと今日渋めの感じでした。そうですよね、山崎努さんだったり、うん、キキキリンさんが出てくるんですけど、またキキキリンさんの面白さがあもう本当に出てる映画です ね、まあもう90秒過ぎてもダメです。え、もっと語っちゃダメですか、はいはい、次週もまた何か一つ無茶ぶりをしながら自身も無茶ぶりですか。それはもうねやっていきたいなと思いますので、いやもうちょっと頑張りますだから 事前に言っといた方がいいですかね。これ結構事前にですか。え、どっちがいいですか。事前に言っときましょうか。え、いきなりでお願いします。いきなりがいいの。逆に事前だと私プレッシャーというか、プレッシャー感じてたらいいさまあなんかいろいろそれも検討しましょう。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。以上タイトルは以上上原舞乃のシネマチャンネルでした。はい、はい、ありがとうございま す。じゃあ続いて天気道路交通情報いきましょう。はい、さあそれではこの時間宜野湾市周辺のお天気情報いきましょう。今夜7日は晴れ、ところにより夕方雨です。降水確率 10% でございます、うん、そして明日8日はですね、はい、晴れ、昼過ぎから時々曇りとなっておりますが、まあ、降水確率も 10% なので雨の心配なさそうです、うんうん、明日朝最低気温27度、日中最高気温32度ということで、うん、まだね暑い日にはなっておりますけども、はい、まあ雨の心配とかねそういうのはなさそうです。そうですね、うん、はい、熱中症とかねもちろん皆さん十分気をつけてくださいませ、うん、よろしくお願いします。お願いします。続いて、道路交通情報いきましょう、まずはこちら沖縄自動車道から。現在宜野湾市周辺の交通状況は、前原から大蛇名向け、失礼しました、大蛇名から前原向けが渋滞しております、はい、大蛇名から前原向け渋滞です、続いて、伊佐から茶壇向け、少し渋滞しております。そして、山内から国体道路入り口付近ですね、でも渋滞しております、
その他でいうと、普天間、ライカム、うん、こちらは両方向で長い渋滞となっておりますので、十分気をつけてくださいませ、うんうん、はい、一般道は以上でございます、はい、続いて沖縄自動車道行きましょう。さあ現在沖縄自動車道は、沖縄道下り沖縄南インターチェンジ付近、こちら故障車止まっております。故障車ですね、沖縄道下り、はい、沖縄南インターチェンジ付近故障車止まっております、前方に注意して、運転の方お願いいたします。以上道路交通情報でした。サザンブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産屋株式会社徳松産業トクトクハウスの提供でお送りいたしました。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこでも飛んでいきます。お問い合わせは 098-851-3291 098-851-3291 までよろしくお願いします。します。さあ、ということでございまして、サンブリーズお送りしました。皆さん、はい、ありがとうございます。たくさん、ね、ありがとうございます。メッセージいただきました、うん、今日ご紹介できなかったのはまた明日にでもご紹介させていただきます、うんうんうん、確認しますので、はい、ありがとうございます、うん、さあ、この後サザンブリーズ火曜日ということでレッツ深呼吸お送りいたします。皆様、はい、ぜひこちらの方もメッセージの方よろしくお願いいたしますね。お願いします。はい、というわけでございまして、前の新コーナーできましたから、はい、来週からまたどうなっていくのかお楽しみにしてくださいませ、はい、今日ご紹介したね映画の感想とかももしよろしければ来週送ってくれば、うん、森のいる場所です、はい、桜坂劇場で公開されていますのでよろしくお願いいたします、はい、というわけでございまして、本日のお相手は私東克明と火曜日アシスタント上原舞乃でした。では皆さん、さよなら。さよなら。えらい覗き込むね。パワー。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。よしよしよ、お疲れ様です。ちょっと。お疲れ様です。今日のメッセージを。うん、写真で。いっぱい来ましたね。いっぱいあったんでね、ちょっと写真で撮っときますね。ありがとうございます。いや、太鼓さんのこれ俺ね、魔人英雄伝渡るの話はねしたいんだよ。魔人英雄伝。これはもう面白いんだ。渡るの話したいな。渡る、あ、シティハンターは聞いたことありますね。聞いたことあるぐらいな。シティハンターも面白いもんね。やっぱ皆さん漫画はみんな読んでますね。好きな漫画とか。レイニーさんのやつたくさんいただいてた。読めるかな。これはじゃあまた明日。はい、明日はね僕一人なんで。お、そうなんですね。はい、なので今日以上にメッセージくださいませ。よろしくお願いします。いいな。じゃあめっちゃ漫画に語りまくりじゃないですか。いや、めちゃめちゃ語りはした。だから、うわー、いいな。はい、皆さんありがとうございます。またねって、リアルタイムで読んでた世代ね、本当そうですよね。ありがとうございます。たくさんいただきました。うん、よし。では、さよなら。また明日。